サフォーク軍はアメリカ合衆国のニューヨーク州にある軍である。ロングアイランドの東側、ニューヨーク都市圏内では最東端に位置する。大部分は郊外であり、2010年国勢調査では人口149万3350人と4番目に多い軍である。軍の名称はこの地域の最初の開拓者の出身地である、イングランドのサフォークにちなんでいる。 ロングアイランドの4つの軍の中では最大の面積を持ちニューヨーク州全体の62軍中では2番目に大きい。全長86マイル、全幅26マイルであり、最も幅広い。軍庁所在地はリバーヘッドであるが多くの軍政府は人口の多い西部の方向人に集中している。また議会はスミスタウンに存在し、ヤファンクや ファーミングビルにも政府がある。サフォーク軍となソー軍は住民により一般にロングアイランドと呼ばれている。地理的には島の西端にニューヨーク市の行政区であるクイーンズとブルックリンも含まれる。サフォーク軍はニューヨーク州の元からある12軍のうちの一つとして1683年に誕生した。軍は一時、 ヨークシャーのイーストライディングとして知られていた。境界線は隣の軍との小さな入れ替わりを除き、ほぼ現在と同じである。隣の軍はもともとクイーンズ軍だったが、1899年にナッソー軍が分離している。サフォーク軍のウェブサイトには、天候は穏やかで、綺麗な水が豊富にあり、土も非常に良いので、軍はニューヨーク州の主要な農耕地である。 開発を終えても未だにナンバー1であるということは、工場圏や熱心な農業従事者がいるからであると述べられている。シネコック運河サフォーク軍は、ニューヨーク州の南東部にあるロングアイランドの最東部を占めている。軍の東側は、ノースフォークとサウスフォークという2つの半島に分割されている。軍は3型、三肩を大西洋やロングアイランド湾の海に囲まれており、 980マイルの海岸線を有する。東端には大きな湾が存在する。米国国勢調査局によれば、軍の面積は2373平方マイルであり、このうち912平方マイルが陸面積、1461平方マイルが水面積である。これはニューヨーク州で2番目に大きい。また、 ロングアイランド全体の66%を占める。軍及びロングアイランドの最高地点は海抜401フィートのウェストヒルズにあるチェインズヒルである。サフォーク軍は10の町に分かれているバビロン、ブルッカヘーブン、イーストハンプトン、ハンティントン、アイスリップ、リバーヘッド、シェルターアイランド、スミスタウン、サウサンプトン、サウソールド。プーシパタックは マスティック CDP 内のシャインコックはサウサンプトン内の飛び地であり、近隣にはサウサンプトン村、タッカホー、シャインコックヒルズがある。主な施設にはアップトンのブルックヘイブン国立研究所やプラム島のプラムアイランド動物薬病センターがある。また、アイスリップのロングアイランドマッカーサー空港、イーストファーミングデールのレプブリック空港、 ウスタンプトンビーチのフランシスエースがブレスキー空港群内にあるいくつかの空港は通勤、出張などで利用する人がいる。ファイア島灯台の上から見た島の西部のパノラマサフォーク群は長い間ニューヨーク州内にある共和党の取だった。2000年の上院選挙でヒラリー・クリントンと対立した国会議員のリックラツヨはサフォーク群出身である。しかし最近では 民主党の支持率が高くなってきている。2003年には民主党のスティーブ・レビィが長い共和党の指揮を終え、軍の幹部に選ばれている。2001年には地方検事に民主党のトーマス・スポタが選ばれ、2005年には反対者がいなくなった。サフォーク軍の有権者は、1992年にはジョージ H w ・ H.W. ブッシュを多く支持していたが、1996年には ビル・クリントンに代わり2000年の選挙ではアルゴアの支持率が11%となって民主党寄りの傾向が続いている2004年にはジョン・ケリーが1%というわずかな差で勝利しているまた2008年には民主党候補のバラク・オバマが52%対47%と4.4%の大きな差をつけて勝利しているサフォーク軍内には第1区 第2区のほとんど、第3区の一部の3つの会員議員選挙区が存在する。第1.2区は民主党の支持率が高い。ハンプトンズやリバーヘッドを含み、スミスタウンからモントークまでの軍のほとんど半分を占める第1区では民主党員のティム・ビショップが優勢である。ハンティントン、ブレントウッド、ベイショアなどを含む第2区ではスティーブ・イスラエルが優勢である。 イスラエルは、ディックラツヨが、米国上院に対してのクワダテが失敗した2000年、議席を獲得している。第3区は、ナッソー軍がメインとなるが、サフォーク軍の中流階級の多い南西の海岸地域も含まれており、共和党のピーター・キングが優勢である。全体的に、サフォーク、ナッソーの両軍は、どちらが優勢にもなり得る軍として見られている。しかし、ニューヨーク州は、 全国でも民主党支持者が多い州であり、大統領候補からも重視されない場合も多い。H. d デニソンが責任者である方法時の軍政府ビル・コハランの政党をコンプリートするため、指定されたレビーはもともと民主党員だったが、2010年より共和党となった軍には18人の議員がいる。2012年時点で、10人が民主党、6人が共和党、1人が独立党。 一人が労働家族党である。もともと共和党が政権を握っていたが2005年11月の選挙以来民主党となった。ウィリアム・ジェイリンド政は現在2長である。アフリカ系アメリカ人であるドゥワイン・グレゴリーは院内総務である。2007年11月、民主党はサフォーク軍議会の議席を獲得した。2009年11月、 共和党は失った議席を取り戻したが、2010年から2011年の間に元に戻った。2011年11月、民主党は独立党の一議席を獲得した。5つの西部の町の警護は、主にサフォーク軍警察が担当している。5つのイーストエンドの町は、独自の警察や、その他の機関が存在する。さらに、アミティビル、ロイドハーバー、ノースポート、 ウェスタンプトンビーチなどの多くの村には独自の警察がある。異例として1994年に警察が廃止されたグリーンポートはサウスオールドが受け持つ。ロングアイランド州へパークウェイ警察が1980年に廃止されて以来、軍内のパークウェイはすべてレプブリック空港を拠点とするニューヨーク州警察のエル軍がパトロールしている。 ロバート・モーゼス州立公園のような州立公園はベルモント湖州立公園を拠点とするニューヨーク州公園警察が受け持っている。1996年にはロングアイランド鉄道警察がまた警察に統合され、軍内のすべての鉄道路線を管轄している。また、ニューヨーク州議会は1999年にニューヨーク州立大学やそのキャンパスの保護を 目的としたニューヨーク州立大学警察を作っている。州立大学警察はサフォーク軍内でストーニーブルック大学の管轄を行っている。サフォーク軍警察のボート、ファイアーアイランドにてサフォーク軍保安官はまた別の組織である。4年の任期を持つ選ばれた保安官が2つのサフォーク軍刑務所の管理や犯人の追及などを行っている。 2008年、サフォーク軍ハイウェイパトロールが廃止されて、以来、保安官はパトロールの責任も負っている。また、ロングアイランドエクスプレスウェイやサンライズハイウェイでの犯罪の捜査も担っている。さらに保安官は、サフォーク軍コミュニティカレッジなど、軍が所有している地域の安全も守っている。保安官は、ニューヨーク州公園警察にバックアップと援助を供給している。 2008年時点で保安官には275人の代理がいて、850人の監視及び約200人の民間のスタッフが働いている。サフォーク軍はアウターバリアや水路など長い開示の歴史を持っている。サフォーク軍海上警察はロングアイランド湾を2つに分けるコネチカット州とロードアイランド州との境界からファイアアイランドの3マイル南にある。 大西洋のニューヨーク宗教までの500平方マイルをパトロールしている。また、いくつかの町では、独自の警官やパトロールの人材を雇い入れており、非武装ではあるが、逮捕の権限は持っている保安官である。アメリカ沿岸警備隊と同様に、サフォーク軍海上警察をバックアップしている。サフォーク軍は、ニューヨーク州統合裁判所システムの、 第10裁判所管轄地区の一部である。東部にはアメリカ連邦地区裁判所のロングアイランド裁判所がある。さらに様々な地方自治体の裁判所が存在する。州立裁判所はすべての事件の管轄権を持つ最高裁判所と罰金あるいは刑期を要求することができる下級裁判所に分けられる。地方裁判所は罰金を要求することや、 特別な裁判を扱っている。基礎データは2000年の国勢調査に基づく人口統計データ、人種別人口構成、体制対数は2006年時点のデータ、先祖による構成は2007年時点のデータである。サフォーク軍には多数の大学が存在する。サフォーク軍には2つのインディアン居留地がある。ニューヨーク州では軍は町に細分される。し あるいはインディアン居留地に住まないニューヨーク州の住民はすべて町に住んでいる。通常、町の中にはいくつかの村がある。村は住民のゴミ収集、道路整備、照明、建築規定などを行う地方自治体である。いくつかの村では独自の警察やその他のサービスを提供している。ハムレットは町の村以外の人口集中地域に存在する。 ハムレットという用語は、ニューヨーク州では定められていなく、定義がないが、州の規則の中ではたびたび使用されている。2013年2月、キャノン USA インクが、ナッソー郡ミネオラからハンティントンメルビルに新本社を、開設。ニューヨーク州、サフォーク郡、ガーディナーズ島ガーディナーズ島は、サフォーク郡沖に浮かぶ島である。島は、長さ6マイル、幅3マイル、 27マイルの海岸線を持つ。約400年間、同じ家族が所有しており、私有島としては、アメリカや世界で最大のものの一つである。ロビンス島は、サフォーク軍東部の2つの半島の間にある、テコニック湾に浮かぶ島である。島は、サウソールドの町内に含まれている。面積は 435A ーカーであり、未開発である。島は、私有地であり、 一般にアクセスはできない。ファイアイランド灯台は20世紀前半に太平洋を渡ってニューヨーク湾へ向かう船の重要な目印となった。多くのヨーロッパ系移民にとっては灯台のライトは初めて目にするアメリカ大陸の光景だった。ファイアイランド灯台ファイアアイランド入り江ではロバート・モーゼス・コーズウェイがファイア,アイランドの生誕にあるロバート・モーゼス州立公園を結んでいる。 片側1車線のグレートサウスベイ橋は1954年4月に開通している。2マイルのスパンはグレートサウス湾を横切ってキャプスリー島を結んでいる。船のために60フィートのクリアランスがあり600フィートのメインスパンを特徴とする。その後665フィート以上の長さがある羽橋を渡り終えるとコーズウェイはクローバーリーフインターチェンジで オーシャンパークウェイと接続している。このインターチェンジからは、キャプスリー州立公園やギルゴ州立公園、ジョーンズビーチ州立公園にアクセスできる。FINS ファイア,アイランドインレット橋は、2車線のまま、ファイア,アイランド入りへを横切って、ロバート・モーゼス州立公園や、ファイアイランド灯台へ向けて、終点となる。ロバート・モーゼスコーズウェイが開通したのは1964年である。 サフォーク軍には、元々の東大26のうち15があり、アメリカの軍では最多である。15の東大のうちの8は、サウソールドタウンシップにあり、この数もタウンシップでは最多である。サフォーク軍への提案として、現在のサフォーク軍の東側の部分をペコニック軍とし、西側はサフォーク軍のままで分けるといった意見が出された。ペコニック軍は、 サフォーク郡の東側の5つの町から構成されるイーストハンプトン、リバーヘッド、シェルターアイランド、サウスハンプトン、サウスオールドに加えてシネコックインディアン居留地。提案されているペコニック郡の旗はペコニック湾によって分断された2つの半島を表している。上の星はサウスオールドをサウスフォークにある星はサウサンプトンとイーストハンプトンを半島の付け根の星は リバーヘッドを二つの半島の間の星はシェルターアイランドをそれぞれ表している。1998年以来、分離主義者の移動は少なくなっている。ありがとうございます。